キャロライン・ラム・メルバーン子爵夫人。キャロライン・ラムは、第2代メルバーン子爵ウィリアム・ラムの夫人、小説家。父は、第3代、ベスバラ伯爵、フレデリック・ポンソビー。母は、初代スペンサー・ハクジョン・スペンサーの次女、ヘンリエッタ・スペンサー。おばに、デボンシャー・公爵夫人、ジョージアナ。おじに、第2代、スペンサー・伯爵・ジョージラがいる。 詩人バイロンとの不倫関係でも知られる。フレデリック・ポンソビーの一人娘として生まれる。1805年に、新進の政治家だった、メルバーン死者と結婚。1807年に息子を、1809年に、娘を設けるが、息子は、精神的な病を持ち29歳で死亡。娘は、生まれて、すぐに亡くなった。1812年にバイロンと知り合い恋仲となるが、 スキャンダルを嫌った夫によってアイルランドに送られる。1813年にロンドンに戻るが、バイロンが他の女性と親しくしているのを見てワイングラスを割り、その破片で腕を切って自殺を図る。同性愛の事実をキャロラインに公にされることを恐れたバイロンは1816年にイギリスを離れ、キャロラインはバイロンを非難するために書いたゴシック小説。 クレナボンを発表する。1825年にメルバーンと離婚し、アルコールとアフェンチン期中毒となり、1828年に死去した。ありがとうございます。